丈夫？テオ。いい加減にしてください！もうどうやったって酸素の供給が追いつくわけないじゃないですか！私たちの他に赤血球なんて誰もいないじゃないですか！知らないんですか？出血性ショック死！血液の3分の1が失われたら体は死ぬんです！この体はもうダメなんですよ！今すぐ！私は最後まで酸素を運ぶよ。それが私たちの仕事なんだから。先輩待って、もうやめてください。みんな待ってる。早く早く届けなきゃ、この酸素を届けなきゃ。酸素をダメな先輩で。